さあ、続きやっていきましょう。向かうべきは中心。もうルージュいいんだっけ？あれ、中心これ届かないか？あー、見えなくなった。これ何なんだろうな、本当に。何の説明もないけど。ギブドとか関係あんのかな？ルージュどこ？あ、これか。見える見える。目の前にあるわ。ここにいんのか。ルージュー。あ、いた。いや、ルージュじゃねえ！ゼルダの方だった。リンク！あ、遅れてやってきた。あれ、俺、迎えに行ったんだけど、いなかったんだよな。見たか、リンク、ゼルダだ。いねえけど。ん？いない。すぐどっか行く、あの人。俺に何も言わずにどっか行くんだから。パチンコかしら？うん、赤き柱の光が立ち上がる様を見て、急いで駆けつけてみれば。ゼルダらしき後ろ姿、二度目となると偶然とは思えぬが、今はどうにもならぬな。ほう、リンク、そなたが壁画の謎を解き、これを出現させたのか？さすがだな。めっちゃ苦戦したけどね。あの壁画によれば確か、イカズチの石現れし、現れ道開かれん。わらわの雷撃を試してみるか？すちゃって。急にすちゃってやりだしたの。ここにやってんのかな？なんだ？おー、下から来た。あの色はギブドの巣と同じ色だな。いや、ギブドの巣が一緒に出てきたのか。でっけえ神殿だな。あ、結構遠いと思ったら近いな。あ、急に、今出んのこれ。ルージュの雷を操る力、ルージュが共に行動するようになった、オーラが出ている時に声をかけることで、雷撃攻撃が可能になる。行くぞ。ああ、俺がスイッチ入れなきゃいけないの、やめて。俺がスイッチ入れるって話もどうだと思うけどな。なんとなくナボリスに見えたけど、そうでもないか。ま、行くか。ああ、でもあれか、そっか。これって、発動中ルージュは移動できないのかな？構えろ。あ、いや、そんなことない。いや、そんなことありそうだな。範囲もある程度決まってるっぽいな。ここまでか、限界。あれ、ルージュ？ルージュ？ほっとくと勝手にやめんのか。はい、みんな集まってー。いくよー。ルージュ小走りだな。あれを攻撃するんだろうけど、とりあえず近づくか。雷の神殿、古代壁画の示す場所。砂嵐が邪魔でよく見えないな。これ出ないな。よし、先手必勝かな。ギリ範囲入るよな。いけ。ああ、先手必勝でいいのか。なんだ、キモいの出てきた。いや、気持ち悪い。クイーンギブド、雷の神殿に救うクイーンギブド。ギブドって何なん？ガなの？
あー、こいつが原因、こいつの羽をこすり合わせるのが原因か。もうボス、これボスなの？救うってことは入らない？待った待った待った、記念撮影か。こいつがキブドの親玉か。何その動き、気持ち悪いな。オッケー、取れてる。いやー、なになになに、普通の攻撃食らうのかな。ピューン。あ、聞いてねえな、これは。あ、聞く。おおお、なるほど。痛い。力を貸してる。前か、やつはどこだ。いや、そこにおる。オッケー。ん、黒くなった。あ、戻った。あ、何、もう半分削った。あ、違うわ、顔見せかこれ。やつはこの屋上に逃げたか。この遺跡の中から上に行くことができたらあいつを追えるやもしれぬな。リンク、侵入経路を探してみよう。なんであれ、顔見せただろ。これ壊さなくていいのかな。いや、侵入経路あれっぽいな。あ、うわぁ、めんどくさ。ちょっと待って待って。はい。これ爆弾とかじゃダメなのかな。あ、いいんだ。いいんだ。あ、大丈夫なんだ。ただ単に雷が強力だからってだけか。属性武器作ってきたぞ、ちゃんと。これで殴りつつ相手を無力化できるな。まあ角はいっぱいあるからな。そうか、みんなはあれか、属性攻撃が武器にないから、俺が発火させてあげないと。回収じゃねえや、攻撃できないんだな。面倒だな。まあお前だったら属性攻撃付与できるけどって感じだけど、ミネルぐらいだよな、付与できんの。うわー、にしても砂の影響で画面が見づらいんだよな、白っぽくなって。うん、これか。どうしよっかな、適当な武器があんまり。あー、いや、これ外していっか。で、コログの葉っぱくっつけてみるか。扇風機とどっちがいいんだろうな。合ってるな。扇風機シールドにしてもよかったか。お、スイッチめいっけ。屋上に逃げたなら、俺ロケットでこれ上に登れないのかな。この神殿って掴めないの。いや、掴めるな。これむき出し、気持ち悪てか、これあれなんだな、眉があったのか。なるほど、あのでかいの眉だったのか。あ、いけそうじゃね。この大きさ登っていけんじゃね。ちょっと上まで上がってみるか。とりあえず入り口の上までは来れたけど、なんだあれ、鉱石がある。ちょ
なんだってこんなもんがここに生えてんだ。砕くのにちょうどいいのはこれぐらいしかないか。上にまで行けるけど、結局屋上まで行っても、あれか、蓋が閉まってて外からは入れないようになってんのかな。男女無視できんのかなこれ。絶対ダメだと思うけど。お、ラクダ書いてあるじゃん。え、この上？普通に外から来れたけど。ダメだよな。一応できてるだけだけど。やばい、体力使いすぎたか。まだいけるよな。あれ？来れたな。宝箱が埋まってる。来れたけど、なんだって感じだな。なんこれ、鏡？あ、レア夜行、夜行じゃねえや、レア交渉。ダイヤモンド出ねえんだよな、マジで。まだ10個しか持ってねえもん。でい。屋上来たけどって感じだな。風のシールド作っとくか。扇風シールド。盾も、ちょうどいいわ。ゾナウのがあるわ。ふい。なんもねえ。あ、寒い。寒い寒い寒い。寒いよー。あったかいの、あったかいの。ちょっとごまかしとこう。地図的にも、意味はなさそうな気がするな。うん。ここどこ？いや、結構マップの端っこだな。オアシスがここにあるから、これ、前に太陽星の泉があったあたりか？じゃあ、あの骨どこに行ったんだろう。クジラの骨があったと思うんだけど。てか、クジラの骨を追ってる奴がいるから、そいつの関係で多分、またゲルドには来るんだけど、どこにあるんだろう。オルディンとヘブラの奴は同じ場所にあったけどな。寒いな。中は、温度管理は大丈夫かな。実際のピラミッドも20度前後で温度管理されてるらしいけど。なにこれ、松明？松明いるの？武器の所持枠空いてないよ。行くか。あ、暗い。ちょっと待って、松明持ってった方がいいわ、これ。雰囲気出る。まあ、槍かな。この槍買ったんだけどな、わざわざ。持ってないと思って。そしたら持ってたけど、持ってたからな。写真撮る用に買ったんだけど、すでに所持して、パーツくっつけてたからな。なんかオープニングでもこんな感じで地下入ってったのは松明持って。松明持ってたのはゼルダだけど、くれーなー。え、暗すぎねー。タムツ生えてる。あっつあっつ。うん。ん？下になんかあるな。何？キース。これは、
あれかな。昔来たやつが落ちたみたいな演出か。キースの羽は何だろうな。中で死んだコウモリみたいなイメージか。まああんま降りても意味ないのかな。ギブドの骨。ギブド俺やん。なんかいいダメージ出てんな、これ。松明ってそんな強いっけ？こいつが火に弱すぎんのか？あ、なんかあんじゃん。来てよかった。あ、エネルギーか。探索続けよう。なんか火出てるな。これはいける。あ、いる。あ、ダメ。起きるな起きるな起きるな。いや、もうタイムス壊れちゃう壊れちゃう。これあれ、こいつなんか、あ、発火するよね。なんで今発火しなかったんだろう。これ墓？もしかして墓嵐バコ。あ、ゲルドの両手剣あった。あれ、武器ポーチ。あ、そうか、松明捨てます。こっちの方が強い。マスターソードとかよりは、これの方がいいな。他はなし。てか、これは、あ、避けれたのか。普通に隙間通れたから行ったけど。びっくりした。何？誰？あ、ルージュか。なんか上から降ってきたから何かと思ったけど。仕掛け無視できちゃうな、俺。ここ目的地だな。ダメだな、やったら。ちょ、も、マジで詰まった時しかできないぞ、それは。あー。気になる。誰かいます？あ、エレキ。ちょ、墓邪魔だな。物取れないじゃん。よいしょ、よいしょ。ゲルドナイフ。ゲルドナイフか。欲しいな。あ、間違えた。これ捨てたいのよ。いいもん落ちてんな、本当に。ゲルドのアイテムは、あ、もうこんだけ？ゲルドのアイテム攻撃力高くなるからいいんだよな。あれ？俺がくっつけたようなものがあるんだけど。いるんだよな。これいるのか、うちは。マジで困るわ。所持枠圧迫してんのよな。綺麗な剣しかないから、捨てたくないし。この炎では先に進めるな。先に進めないの？いけるやん。規則的に出てるからいける。止まった。おお、炎が止まった。これで先に進めるぞ。俺が止めた。おい、先に進む、え？合ってるよな。俺が先に進んで炎止めたんだけど。うお、何これ。下なんかはなさそうだな。今度は火の玉か。なんかある、これ。あれ、なんないや。あっちに行くのか。こうよ。
よいしょ。あ、違う違う違う。オッケー。さっきの炎もなんか止めれたのかな。よし、すぐに追いつくぞリンク。うん、頑張って。おー、キルだ。あ、今の何、不意打ちになった。今のリンクのモーション不意打ちじゃなかった。なんかあるわけじゃない。ん、あ、これなんか道があるのかと思ったけど、ただの食材か。ん、これギブドの巣じゃね。くれなーにしても、こうやって処理した方がいいのかな。ルージュ、反応しねえな。あ、弓か。弓は枠空いてるぞ今。あ、来た来た来た。氷便利だな。こんだけ。オッケー、じゃあ行こう。合ってるよなこれ。いけてる？てか内部構造出てんな。あ、さっきちょうどマジで真上だったんだな、あの場所。でもまあこのまま行けばって感じだな。待って、今隠し部屋なかった？ん？ん？これが隠し部屋？あ、ここか。なんだこれ。まあ逆回転すりゃいいのかな。あったー。ああ、いいやつだ。これかな。使うかなと思って作ってたんだけど、それ立って痛い。全然使わねえからいいや。まあ、使うにしても、反り立てにするにしても、ズナウのやつの方が、いいからな。さて、光、鏡がいるのか？光明の間。まあまあ光当てんだろうな。こんにちはー。とりあえず凍らせとけ。こんにちはー。あ、なんかある。うわー、下に参りますが、誰かいます？なんかある？これ向こうに。この装備だと熱いだけなんだよ。あ、でででででで。いや、なんかいけそうだったじゃんそれ。しょうがない。なんか別の出すか。これでいいや。よっ。やりか。やりか。ええー。いや、なんか捨てるのねえな。
ああ、いや、これかな？捨てるとしたら。オッケー。まあ、強化してるけど、まあいいだろう。なんでこんな隠し部屋みたいなとこにあった？ルージュ待ってたのか。何つけようとした？今壺。ほらみんな殴れ。オッケー。ゴーレム、ゴーレム。またいいの落ちてるんだよな。綺麗。これか。捨てがたい。しょうがない。諦めよう。で、鏡、あーたたった。あ、なんかいた。オッケー。あ、いい盾だな、それ。盾も枠埋まってんだよな。いいや。諦めよ。鏡。ん？これ鏡届かねえか。ほい。持ち上げた方がいいか。やった。ちょっとあまりにも足が痺れちゃってよ。変に足組んでたから。さーて、さっき見た回か、これが。ショートカットで来れたんだけどね。昇天の間。風吹いてるね。リンク、街の壁画が誘おうとしていたのはこの神殿に違いあるまい。であれば、ここのどこかにきっとあの声の主が。そうね、とりあえずこれ調べていい？お、おう、電気？なんだよ。電力不足ってことか？なんだこの床。今少し動いたが元に戻ってしまった？どっちかが重いんじゃねえのこれ。エレベーターの重量制限的な。我が子孫よ。そのからくりはこの神殿の頂上へとつながっている。やっぱエレベーターなんだな。でも電力不足ってことかな。何時の力を使い4つの蓄電池に雷槌の力を込めれば。ああ、なるほど。目覚めるだろう。ルージュの力使うのか。はいはいはい。我が導きに従うがよい。今回ははっきりと聞こえた。呼ばれている。4つの蓄電池に雷槌の力を込めろと言っていたな。先ほど外で戦った魔物はこの神殿の上へと逃げ去った。そして声がカラクリが神殿の上へと繋がっていると言っていた。ならば、導きに従えばきっと奴を追い詰められる。それに声の主の真意もわかるだろう。リンク、わらを頂上まで連れて行ってほしい。まずあの声に従い4つの蓄電池とやらを探そう。そうだな。あれ、なんかそこに光見えるな。蓄電池1個がすごい近くにあるな。階段登っていけばいいのかな。